こんにちは。いつも波動チャンネルをご覧いただきどうもありがとうございます。波動コンサルタントの桑名正則です。今日の波動チャンネルでは、神様に愛されながら幸せなお金持ちになるには〇〇に注意して祈らないとダメというね、神様に愛されながら幸せなお金持ちになる、そのための祈りの仕方について、お伝えをさせていただきます。で、祈りはね、本当に効果があるんです。ただ祈りには2種類あって、一つは誰かのために祈ること、それともう一つは幸せに豊かになっていくための祈りなんですが、祈りには力があります。で、誰かのための祈りについて、シェアをいただいてますので、コメント欄にね書き込んでいただいてましたので、ちょっと紹介しますね。桑名さん、いつもありがとうございます。今回は祈りの凄さを報告したくてこちらに書かせていただきます。以前祈りの動画を拝見させていただいた後ぐらいに、私の弟が耳の神経に帯状疱疹ができ、顔の半分が麻痺状態になりました。家族のみんなもとても心配になり、右往左往していました。心配は邪気。その時は祈ることと桑名さんの動画でお勉強していたので、毎日祈りを捧げていました。その後とてもいい先生との出会いがあり、当初は重度なので元の顔に戻るかわからないと言われていたようですが、治療を始め2ヶ月ぐらいで元に戻り、もう治療しなくて大丈夫ですと先生からお言葉をいただくくらいまで回復いたしました。これも毎日の祈りが届いたんだ。本当にありがたいことが起こり、ご報告させていただきました。祈りすごいですというね、そう、本当ね、祈りには力があるんですよ。で、誰かの健康を祈るとか、誰かの幸せを祈るっていうのは、その人に対してその人が黄金の光に包まれてると思って、早く良くなりますようにとか、幸せになりますようにとか、具体的な言葉で祈ってあげるっていうことがいいんですけれども、自分自身が幸せに豊かになるとか、神様に愛されて、お金も幸せなお金持ちになる、そのための祈りというものがありますので、今日はそのお話をお伝えをしてきます。で、僕たちの想念にはすごいパワーがありますからね、それを自分自身の人生に役立てるという、そんな感じで、参考にしていただければと思います。で、このチャンネルでは波動というものを使って願望を実現したり、幸せに豊かに生きたり、自分らしく生きたりといったコツをお伝えをしておりますので、よろしければチャンネル登録いただければと思います。で、波動についてはこちらの3冊の本に書いてます。波動が変わる、あなたは変わる、人生が変わる。そしてミリオネアバイブレーション。そして、1日1分開運ルーティン、こちらの3冊の方に書いてますので、ぜひ、こちらも参考にしてみてください。で、今日の祈りのお話については、この波動が変わる、あなたは変わる、人生が変わるの中に書いてますので、それもちょっと、シェアしますのでね、ぜひ参考にしてみてください。それとですね、先日このチャンネルにも出ていただきましたし、この1日1分開運ルーティーンの新刊お礼キャンペーンにも特別対談をね、出ていただいたキコさん、スピリチュアル YouTuber のキコさんね、風の時代は好きなことで稼ぐというね、見られました。キコさん、本当スピリチュアルなことを発信されてたりもするんですけれども、すごく現実的でね、その好きなことで稼ぐということのやり方、7つのポイントについて書かれていますので、ぜひこちらも参考にしてみてください。で、キコさんとの対談は、過去対談動画 YouTube でもアップしてますし、この1日1分開運ルーティーンの中の新刊お礼キャンペーンでも、キコさんとの対談を、特別対談を、プレゼントしてますので、そのキャンペーンの方もぜひゲットしていただいて、新刊お礼キャンペーンにご参加いただくと、キコさんだけではなくて、サンリーサトシさんとかね、いろんな方との対談が見れますので、ぜひそちらもエントリーしてみてください。で、今日のお話、タイトル何でしたっけ？長いタイトルでね、神様に愛されながら幸せなお金持ちになるには〇〇に注意して祈らないとダメというね。で、冒頭で、お伝えしたように、祈りはね、すごく力があるんですよ。で、自分自身のことの祈りを、祈りの力を自分自身のために使っていくには、どうやったらいいかというね、神様に愛される、そして幸せなお金持ちになっていくという、そのためにはどうしたらいいかというとですね、この本、波動が変わる、あなたが変わる、人生が変わるの176ページに、氏神様への毎月のお参りをして願望実現を加速させるという、そんなお話があるんです。そちら読んでいただくといいんですけれども、ですね、祈りって意を、自分の意識とか意見とか意志ね、その意ね、
意を宣言する、宣言の線、うかんむりに1書いて、ひ書いて1、で、送り仮名がりで、意を宣言するので祈りって言うんですよ。意を、自分が思ってることを宣言することが、実は祈りなんです。だから、毎月僕は氏神様毎月行くといいですよって言ってるんですけれども、その時に何をするかというと、自分がこれからどう生きていくのかっていうことを宣言することです。自分がこれからどう生きていくのか、自分は今月何をやっていくのかっていうことを宣言する。それが、神社とかでやる祈りですし、神様に愛されるための祈りなんですよね。違う。神様に愛されるための祈りはもう一つあるんです。それは、これまたいいね。意識のいいに乗る。乗っかる。この時のいいっていうのは、神様の意識。神様の意識に自分の意識を乗っけていくことなんですけれども、何かというとですね、神様、僕はいらっしゃるとは思ってるんですけれども、何を思ってるかっていうと、やっぱ波動の高い存在ですので、例えばというか、人が喜ぶことですよね。人がこの世界に喜びが増えることが神様を思ってることであったりとか、自分自身の存在意義の大切さに気づくことであったりとか、自分が本当に生きたかった人生を生きること、自分が本当の人生を生きることをすることね、そういったことが神様の意なんですよね。その意に沿うように自分の意を宣言すること。だから自分がこれから何をやっていくのかっていうことに対して、それをすることによって、自分の存在意義に気づくとか、それによって誰かが喜ぶとか、それによって誰かが本当に実現したいことを実現できるようになるとか、それによって、自分は常に守られてた、常に愛されてたっていうことに気づくとか、自分がやる、宣言する何か力をすることで、そういったことがこの世界に増えること、喜びが増えたり、存在意義に気づく人が増えたり、自分の存在に大切さに気づく人が増えたり、っていうことをするで、結果的に自分の誓いをしていくことで、果たしていくことで、そうなっていくと神様から愛されていくんですよ。そうなる人は神様から愛されます。なぜなら、自分の宣言したことを実行することで神様の思いが実現されるからなんですよね。だから祈りっていうのは二つの漢字があって、自分の意を宣言する祈り、それと自分の、神様の意に乗っかるっていう、それをやるとまずは神様に愛されるようになります。で、神様に愛されると何が起こるかっていうと、いろんなシンクロニシティが起こるようになります。なぜなら、その人を応援すれば、その人をサポートすれば、世の中に幸せとか喜びが増えるからです。その人をサポートすれば、世の中に幸せや喜びが増えるから、だから自分にたくさんのシンクロニシティが起こるようになるんですよね。で、そうやって多くの人にたくさんの喜び、たくさんの幸せ、っていうものを提供していくと、回り回って自分にたくさんの喜びやたくさんの幸せっていうのが入ってくる。それが幸せなお金持ちになっていくための一つなんですよ。だから世の中に価値を提供すると、その価値が回り回ってお金に変わって自分に入ってくるので、幸せなお金持ちになっていくという、そういう難断論法なんですかね、これ、っていう風な、そういう循環になってるんです。だから毎月、1回、月の初めでもいいですし、月の終わりでもいいんですけれども、月の初めに行ったら今月何をしていくかっていうことを祈るんです。その祈りっていうのは宣言することと、それをすることで、世の中に幸せや豊かさが増えるっていう祈りをする。増えることを宣言するね。で、その月はそれ実行するじゃないですか。そしたら、次の月の初めに、先月の感謝をして、また、この月何をしていくかっていうことを祈っていく。っていうことをするっていうね。まあ、月末に行かれる方は、次の月何をするかっていうのを祈って、で、また次の月の月末に、その月の、お礼と、次の月何をやるかっていう祈りね。まあ、そういうことをしていくっていう。まあ、それをしていかれるといいですよね。で、この祈りなんですけれども、神様へ、神社へ行って神様に祈りをすると何が起こるかというと、最初、お試しが来たりします。
本当にそれをできるのか、あなたは本当にそれする気あるのっていうお試しがすぐ来ます。なので、それを超えていくことです。超えていくとはこの人本気なんだなと思って、たくさんの出会いとかチャンスっていうのが訪れるようになります。で、この、お試しっていうのは自分が祈ったものの大きさに応じてお試しが来ますので、大きな祈り、誓いをすると大きなお試しが来ますので、あまり大きすぎることは言わないことですね。あまり大きすぎることは言わない方がいいかなと思います。それと、神様にも、範囲っていうのがあるんですよ。例えば、氏神様っていうのはその地域を守ってる神様ね。で、一宮とか二宮っていうのはその国を、地域が統合された国を守ってる神様。で、伊勢神宮なんか国を守ってる神様で、どこで祈るかでやっぱ起こってくることも変わりますので、あまり壮大なことを、まあ、伊勢神宮なんか個人的なものってあんまり聞いてなかったり、聞いてくれなかったりするっていう話もあるんですよね。だから、国単位のことを司られてるのが伊勢神宮なのでね。だから、まあ、氏神様が一番僕はいいかなと思います。で、国単位、一宮とかに二宮になってくるとやっぱ起こってくることも大きなものなので、それよりかは最初氏神様にお参りをして、で自分はどういうことをしていくのかっていうことを誓う。それもあまり大きすぎるとお試しも大きいのでね、これお試しやらなかったらこの人やらないのねっていうことになってしまいますので、自分ができる、まずはできる範囲のところからでいいので、そういった誓いを立てるっていうことをして訪れたお試しはきちんとクリアしていく。そうするとちょっとずつね、いろんな出会いとかが起こるようになってきますので、それを毎月毎月繰り返していくと、毎月毎月繰り返していくと、神様により愛され、しかも幸せなお金持ちになってきますのでね。で、きちんと忘れてはならないのは、お礼もすることね。毎月の初めやったら、次の月は先月のお礼参りっていうこともすごく大事ですので、お礼も欠かさずやるっていうことをぜひ、やってみてください。で、まあ、一年の初めには大きなね、神社行かれたりすることもあるかもしれないですが、そうするとやっぱ年末にもお礼をね、きちんとしに行くっていうことは、猫セットですので、そういったことは欠かさずしていただくと、どんどん神様に愛されるようになりますからね。で、氏神様できちんと祈りをしていくと、例えば、ここはまあ東京ですけれども、例えば、そうだな、地方の、例えば、この名古屋行きますけど、熱田神宮行ったりとか、例えば、兵庫県西宮恵比寿行ったりとかって、そこで、最初ね、住所と名前言うじゃないですか。そうするとね、氏神様をきちんと言ってる人はね、何をしている人かっていうのがね、伝わってたりするんですよ。なんか神様ネットワークみたいなのがね、ちょっとね、スピリチュアルな話ですけど、君のこと知ってるよみたいなね、そんなことになったりするんですよ。だから氏神様がすごく大事で、神様、他の地域の神様にどう伝わるかっていうと、あそこの氏子さんかみたいなね、あそこの神様の氏子さんかっていう判断されるんですよ。だから氏神様を大切にしておかれるとね、いいかなと思いますので、氏神様をお参りをして、誓いを立てる祈りね、それをしてみてください。で、訪れる誓いを立てて、お試しをクリアして、できちんと周りの人に貢献するってやっていけば、どん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 神様に愛されて、で、どん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 幸せになって、どん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 自分にお金が入ってくるような流れができますのでね、ぜひそういったことをしていただければいいかなと思います。本日のお話はもう一回読みますね。神様に愛されながら幸せなお金持ちになるには〇〇に注意して祈らないとダメというね。ここは祈り、二つの祈り、宣言の祈りと神様の意に乗る祈り、そこに注意して祈りましょうというお話でした。ぜひ参考にしてみてください。で、明日の動画ですが、今日は10月1日になりますが、明日2021年の10月2日の動画は夜の8時、
20時からライブ配信をさせていただきます。で、ライブ配信ではいろんなね、皆様のご質問にお答えをしていきますので、ぜひライブ配信参加していただいて、ご質問いろいろお聞きになりたいことをご質問いただければと思います。まあ1時間か1時間半ぐらいになると思いますが、明日は20時からライブ配信をさせていただきます。で、通知が行く設定にねしておいてもらった方が見逃すことはないので、ぜひ通知ベルのマークのボタンの通知ボタンをオンにしておいてください。そうするとライブ配信、開始前に通知が行くと思いますのでね、見逃しがなくなりますので、ぜひ、チャンネル登録と通知をオンにしておいていただければと思います。で、LINE とメルマガではウィークで毎日メッセージをお送りしてます。願望実現のお話や波動のお話やメンタルのお話、そんなメッセージをお送りしてますので、よろしければ LINE もしくはメルマガ、どちらでもいいのでご登録ください。登録先は概要欄に貼り付けておりますので、概要欄をチェックしていただいて、LINE もしくはメルマガをご登録いただければと思います。そして今日のこの話で良かったなと思われることとか、気づいたこと、感じたこと、そして自分が気をつけてやってることとか、なんか自分こういうことやって良かったよというシェア、そしてエビス様マークとかシンボルマークのシェア、そういった自分の中にある良かったことや気づいたこと、それらをぜひコメント欄に書き込んでください。自分の内側にある価値を外に、価値の源泉を外に出すことで初めて価値に変わっていきますので、ぜひコメント欄を利用して、皆様の価値提供に役立てていただければと思います。そして今日のこの話が良かったなと思われる方は、チャンネル登録といいね高評価ボタンを押していただければと思いますし、お友達で必要としている方がいれば、ぜひお友達にもシェアをしてあげてください。それではいつも波動チャンネルをご覧いただき、どうもありがとうございます。で、ここからおまけのお話になりますが、ちょっとね、ご質問、これもコメント欄にご質問いただいてます。あ、ご質問ある方、コメント欄にね、書き込んでいただければ取り上げたりもしますので、ぜひ、ご質問もと、書いてみてください。小山先生、ありがとうございます。相手が波動が強いとき、波動が強いイコールグイグイ来られる。相手には確かに有利ですが、低い相手にこちらがやられるときがあります。ブロックも必要かなと思います。避ける方法があれば教えてくださいというね、波動には、高い低いとともに強い弱いっていうのがあって、波動が強いものが低いものに影響を与える。だから波動が高くて強い人、波動が高くて弱い人、波動が低くて強い人、波動が弱くて、低い人、その4つがあるんですけれども、結構波動が低くて強い人にいいように使われる人っていうのが多いんですよね。で、この方のご質問もそうかなと思いますが、もう避ける方法はね、36系逃げるが勝ちです。もう相手にしない。で、何とかしても関わらないように、で、どれだけ感じ悪くてもいいので、関わらないようにするっていうのが、一番いいですよね。で、うまく対処しようと思わないことです。うまく対処しようと思うと、相手の思うツボになりますので、そうではなくても、うまく対処なんてしなくていいので、LINE だったらもうブロックとかね、そういうことをされるといいです。で、ただ、エネルギーバンパイア的なね、人は立つ鳥絶対後を濁すんですよ。エネルギーバンパイアとか迷惑な人とか、そういう人は立つ鳥を絶対濁します。誰かに文句を言ったりとか、なんかするんですけれども、それはもうちょっとね、まあしょうがないと思っておいた方がいいです。それを避けようとして、いろいろやってもそれは無理なので、そこはちょっとしょうがないって思われた方がいいかなと思います。で、結構、距離を置いた方がいいんだけど、なんていうのかな、真に受けちゃうようなタイプの人でね、こういう人がいるんですよ。あなたのことを、あの人がこう言ってたよっていうネガティブなことを言って、いい人そうにね、いい人そうにあなたのことあの人がこんなこと言ってたよみたいな、ネガティブなことを言ってくる人がいるんですよ。で、そういう人はもう要注意です。いい人そうなんだけど、ネガティブなことをいつも言ってくるなら、その人は要注意です。何かというと、本当はその人そんなこと言ってないことって結構あるんですよ。で、わざわざネガティブなことを言って自分の気持ちを、メンタルを下げたりとか気にするって、本当はその人から言われなければそうならなかったわけじゃないですか。
ならなかったのに、その人がわざわざ言ってくるからなんか心配になったり、すごく気になったりする。で、そういう時には、その本人に確認した方がいいです。こうなんですかって確認すると、実は、全然そんなことを言ってなかったりしますので。で、世の中には、火のないところに煙を立てる人もいるんですよ。世の中には火のないところに煙を立てる人いるんですよ。で、こっちがその迷惑なことを言ってくる人ね、その人に何かを言ったんだっけ、普通に言ったのに被害妄想的に全ての出来事を被害妄想的に捉える人がいるんですよ。で、全ての物事をネガティブに聞こえてしまう人がいるんですよ。で、ネガティブに聞こえるから、で、気は悪くなくても、あ、この人こんなこと言ってるって、その対象となる人に、あなたのことはあの人がこう言ってたよって言うんですけど、このそのもの、このことそのものが、どこが問題かっていうと、その人、言ってきたその人は、ありとあらゆることをネガティブに聞いてしまうっていうことが問題であって、言った本人とか、大元が悪いわけではなかったりするんですよね。で、現実にはそういう人いますから、だからなんかネガティブなことを告げ口というかアドバイスしてくる人には要注意です。で、それが発覚したならその人とも距離を置いた方がいいですからね。ぜひ自分の人間関係は自分の波動にすごく影響を与えますので、そこはシビアにしておかれた方がいいですし、もう感じ悪くてもいいので距離を置くっていうことをされた方がいいかなと思います。で、僕はいつも波動は体と心とエネルギーと環境とお伝えしてますが、この環境の影響って計り知れないですからね。環境は住環境と人間関係が大きいですから、この人間関係の部分はネガティブなものがあればそれをとは距離を置くということをぜひされるといいかなと思います。はい、今日のおまけも以上です。参考になりましたかね。以上になります。いつも波動チャンネルをご覧いただきどうもありがとうございます。それでは失礼します。ありがとうございます。明日のライブ配信でお会いしましょう。失礼します。